お花。うわー、いいなこれ。これは最高ですね。こちらの方に今出ている。うわー、ついに刀ですよ、刀剣女子じゃあ、あの一つ一つ教えていただけますか。はい、宗茂が、はい、これは立花家の記録なんですけど、ここぞという時に必ず身につけていた勝負刀三振りというのがありまして、そのうちの一つ、これが普通の刀なんですね。大小でいうところの大の方になるんですが、刀、無名伝金光。はい、金光で、大体刀はですね、手に握る柄が入る部分っていうのが、はい、色が変わっているのが分かると思うんですが、はい、そこに刀工の銘を刻むんですね。はい、ただ多くの刀はですね、途中ですり上げるっていうか、寸を詰めたりをしてますので、はい、これもすり上げているのが分かるんですね。もう見たら分かるように火が通ってるっていうんですけど、溝がずっと入ってます。火って言うんですけど、この火がずっと中まで行って途中でポンとなってますから、おそらく本来はここまで全部歯だったと思うんですよ。で、もっと長い、かなり大きな太刀だったと思います。それをすり上げて使いやすいようなサイズにちょっと短くしてるんですね。なので、もしかしたらもっとあった銘がもうそこでなくなっちゃうっていうパターンが結構あるんですね。だから自分用にサイズをカスタマイズした時に、名前が入っている刻印されているところがなくなってしまって、だから無名なんだけれども、まあ金光だろうということで、いうことですね。立花家の記録ではその金光として記録されてまして、で本当にこう見て分かるように幅が太くて優秀な力強い刀なんですね。でこれとこちらが、武士の場合大小ってよく言いますけれども、はい、脇差しと、そうですね、二振りですもんね。脇差しになるんですけれども、はあ、これをでこれはこれはですね、逆に銘に定めて刻んでるんですが、ちょっと、はあ、実はですね、義銘って言って言うんですけど、はあ、本当ではないんですね。定宗という人は銘は彫らない。で、そうなんですか。はい、だから誰かが定宗に作ってもらったっていう印をつけとかないとっていうことで入れたんじゃないかと。どこかで誰かが定宗って刻んでるんです。刀はいい刀なんですけど、なので美術工芸品的に言うとちょっともうアウトになっちゃうんですけれども、こういう偽名が入っているものは。ただ宗茂の勝負刀の一つであったっていうことだけは事実ですから。でもそんなんが残ってるんですね。はい、そうですね。はい。で、なんかそういうことにこだわらずに持ってたのかなと言って、みんなでちょっと笑えるねっていう話は。説明書を拝見したんですけど、これ宗茂自身がその自分のためにオーダーメイドしたわけじゃないんですよね。あ、違うと思います。いや、あっちの台の方は、はい、だから別居同説が使ってたって。そうです、そうです。しかも作られたのがね、南北朝だから200年ぐらい前ですよね。多くの刀は同説から受け継いでます。はい、あ、ということは、自分の、育ての親から受け継いだものってことですね。そうですね。で、これは同説受け継いでます。それからこれと、それからもう一つがですね、今出てないんですけど、長光の剣なんですね。はあ、この3つが重要で、長光の剣は重要文化財ですけれど、はあ、実の父である上雲の刀なんですね。同説のところに養子に行く朝にもらった。そうです。それがその勝負刀のうちの一つなんですね。だから気持ちとしては同説から受け継いだ刀、それから上雲から受け継いだ刀っていうものは、ここぞという時には必ず。それいや、というか、なんで今出てないすいません。その展示の時期によって出てる時と出てない時とあるってことですね。特に指定文化財って、国宝重要文化財は、年間やっぱりこう展示できる期間っていうのは決まってるんですか。あまり長く
は展示できない。いやだってその今日ね、今日っていうかこっち来る時にあのねもうその立花家に行く、まあ、別家に行く時に、はい、ねあの高橋常雲が授けた刀王の話してたんですけど、そうですか、それじゃあ見られる時があるってことですね。はい、また、はい、ぜひ来てください。はあ、今日じゃなかったよ。いや、ですね。いやでも、いやこれすごい。こんなのが普通に展示されてるっていうのがですね。残念ながらその長光はないんですけど、その代わりと言ってはなんですけど、立花家で一番有名で人気がある刀が、ちょっと刀剣女子。これですね、大霧丸ですね。はあ、あのこれはあの別鬼道説の愛刀なんですね。あの千鳥という太刀だったんですけれど、まあ、ある暑い夏の日に、はあ、あの雷を切った。千鳥が雷を切ったという伝説がありまして、はあ、それ以来あの道説はちょっと足が不自由になってしまうんですが、うん、今まで以上に勇ましく腰に乗って戦場で采配を振るった。でその時の刀はあの大霧丸という雷を切ったっていうことで名前を変えてずっと道説のそばに。でこの刀も宗茂を受け継ぐことになるんですけれど、あそうとその大霧丸っていう刀自体がですね、伝説がやっぱりすごいということと、あのいろんなねアニメとかゲームとかに出てくるために、あのむしろ一番有名なのこれになっちゃってですね。今さっきの台に比べると少し小ぶりですよね。あの意外と細いんですよね。でこれもですねかなりすり上げてまして、おそらくなるほど、あの本当にあのこの古いあの本に書いてあると思うんですけど、あの鎌倉から室町ってのは古いんですけど、ですからぐーっとかなり反りの強い太刀、長い太刀だったっていうことが分かる。いやだからね、もうなんか全部残ってる。それ以上もうちょっと感動してますね。先生、ね、今日車で言ってた雷を切ったっていうこの刀がこれですよ。これですか。しかもそれが見られるなんて思ってなかったですよね。うわすごい。よく言われるんですよね。あの雷霧丸の伝説は有名なので知ってる方が多いんですけど、ここ来たらあ。本当にあるんですってすごく言われるので、いやいやだって伝説としか思ってないですよね。立花家ではですから御神刀っていうふうに神の刀っていうことでとして、おそらく本当に大事に大事に今まで伝えてきたんだと思うんですね。これらの刀をってことですね。で、まあ、こういったものなんですけど、槍なんですけど、これも宗茂が、まあ、使った、戦場で使ったっていうことで、これは立花家ではその後江戸時代ですね、ずっと参勤交代の時に必ずこの槍はあの一緒に藩士と動く、だから江戸に行ってまた江戸から国元っていう参勤交代の時のマストも、うん、はあ、興奮しますね。お宝だらけだもん。他にもありますか。胸しにかかるものはあの今のところ展示ではこんな感じですね。 あとはもう立花家、あれですか、そのここに来て、はい、その宗茂の展示っていうのを今我々見ましたけれども、はい、まだ他にも実はいっぱいあります。あるんですよね。あります。でその時期時期によって展示の、はい、まあ、種類によってもいろんなものが出てくるんです、ね。はい、そうですね、あのちょっと、まあ、中身が変わるっていう、うん、ただあのいつ来ていただいてもあの何かしらは見れると思いますので、例えば、はい、どんなものがあるんですか。そうですね、はい、あの文具に関して言えば先ほど言ったようにあの軍船とかあの軍配とかっていうもの、 あとはそうですね、お守りっていうのは宗茂が多分懐に入れてたであろう、はい、あの小さなですね観音像があるんですね。あの本当にこのぐらいの、あとマリシテンの開いたらこのぐらいの掛け軸があるんですよ。マリシテンが枯れてて、だからおそらくもう本当に懐中かどっかに入れてる。あと本当に兜の裏に入れたりとか、いろんなところに仕込んでたお守りの類とかも結構ありまして、でそういうものから、あと楽器ですね、宗茂が愛用していた